YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。はい、本日はですね、はい、私、青森物産展に行ってきました。なるほど。東京にある、はい、青森の物産展。はい、青森ね、俺親戚青森にいますから。ちょっとね、青森の血が入ってますからね。どれが気になる？決めてくん？そう。なんで決めてっていうの？知らない。相撲王国なんだ、青森って。まあ、でも大体この辺は食ったことあるよ。よく送られてくるから。のどこで考えたし、あ、これも懐かしい。修学旅行青森だったし。普通のリンゴジュース。ねぶた祭りな。そう。かわいいでしょ、それ。YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。カイチローです。じゃあ次これ食べていきますよ。草餅みたいなもんだよ。よもぎ餅みたいなね。どう、キョウちゃん。お、まあまあまあ。もう草餅、完全に。いや、別にこれは食わんくていいだろ。うん、それとね、あのアップルスナックはね、大体同じだから。まあでも、どっちか開けて食べてみてよ。うん、うまっ。あんまり好きじゃなかった。うん、まったく。猫これ好き。小学生の女の子入りって書いてある。青森県やべえな。青森県やべえな、マジで。イカメンチ、イカ飯じゃないのこれ。これめちゃめちゃうまそう。これください。じゃあ隣のせんべい汁も。うん、せんべい汁いいね。これもください。あと、これもチンしてください。これもしてください。これはうまいやつだな。いってらっしゃい。じゃあその間、他のもののレビューしてるかな。何このニンニクの塊みたいなやつ。これはレイカにやってもらおう。これきちいわ。干し餅？なんだ干し餅って。家庭のか。うん、すごいパタパタするわこれ。ダイエットクッキーみたやつだ、これは。なんだよこれ。皆さん見てください、俺が太る原因ですよこれ。ほら、こんなにうまそうなものをこんなにたくさん作るんですよ、レイカは。はい、じゃあまず第1弾どうぞ。え、第2弾もありますから。これがイカメンチ。うん。それが十和田焼きうどん。これがいちご煮。うん。これがせんべい汁です。じゃあ、いただいてきますよ。どうぞ。うん、せんべい汁はもう想像通りの色、ね、野菜たちのね、うまみ、つれみ、それみがこう出てまして、これ大変美味しいでございます。それ、いちご煮です。なにこれ。ウニとアワビのおつゆ。だから魚介の味がするんだ。そうそうそう、スカメンチってことは、揚げてるの。うん、揚げてるみたい。揚げてるっぽい。あ、匂いが完全にそうだな。揚げたこ焼きみたいな感じするな。十和田焼きそば。うわ、辛っ。気のせいだった。甘めだね。うん、大変素晴らしいと思います。五平餅とじゃこ天です。はい、どうぞ。硬いね。うん、いや、おい、なんかお腹いっぱいになりそう。五平餅です。芋餅みたいなもんじゃないのこれ。うん、なんかデザート感覚にも。デザート？うん、キャンディーみたい。本当だ、芋餅みたい。うまっ。まあ確かに食べやすい甘さだよね。うん、せんべい食べた？食べてない。違う、せんべい汁の。いや、なんかどれがどれか分かんなかったよ。一緒、とりあえず全部の具材を食ったけど。これのこと言ってんの？それそれそれ。うん、あってもなくても。俺せんべい汁好きだな。ほんと？じゃあせんべい。
あ、それ硬いから、飴入ってるから気をつけて。はぁ、俺ですか。うん、ごまの風味がしてとても素晴らしいです。あ、早くご飯食べたいから適当にレベルする。いや、真面目にしてます。ほんとに水飴入ってる。あ、落花生の風味がして美味しいです。あ、これ。いや、それはお前だろ、どう考えたって。なんで俺これ飲んで死んだの、さっきの姫がこれ飲んだの。クソ、まずい、マジで。これもね、ガチでまずかった。ジャッツタッコーラっつってニンニクコーラなんだって。クソ、まずかったそれ。あの、すき焼きの中のうどんみたいな感じ。やばいよね、いちごに。アワビとウニだで。じゃあ、これと。いや、これは食べないって言ってるだろ、これは。これはチャレが食って。いいよ、すごっ。うんこじゃん、もうそれ、くさ。癖なりりな。黒。え、食べていいのこれ。うん。おぉ、すごいわ、これ。何？あ、一発でニンニク魂来る？来る。ちょっと待って。いらない。予想外の味。やだ。いいか。いやだ。いいか。いらない。じゃあ、じゃんけんして負けたら食べる。最初はグーじゃんけん、はい。はい。ちゃんと全部食べて。まずい、なにこれ。なんか、ぐわーって。ゴジラのケツみたいな感じするわ。それは分かんないけど、エネルギーが食べて、それ食べて、これグミ。父ちゃんが食べるって言ったんだ。それ食べて、言ってなかったの。父ちゃんもじゃんけん負けだから、あんたが食べるんでしょ。はい、それ食べてグビグビこれ飲んで。やだ。早く。やだ。お前これ飲んでねえじゃん。俺これ飲んだんだよ。これはいいこと。いや、だからそれ食べて、早く。これ父ちゃんのだって、てかもう一個食べたんだ。吐く吐く。本当に吐く。もう先っちょしか、てか食べてなくない。いや、裏側食ったの黒いから分かんない。ほんとクソ。あ、クソだよ、吐くそうだよ、うん、早く、はい、これも飲んで、早く。その中に入ってるガーリックより強烈なガーリック食ってるから、ただのコーラの味しかしねえだろ。うん、そう。というわけで、今日の青森物産展は終了。忘れてますよ、それ。いや、忘れてませんよ、わざとです。こんな青色のジャムと青色の紅茶なんか飲めるわけないだろ。はい、気になるさあ、というわけで、ラスト、なんかタイのお茶と青森のごぼうを混ぜたらしいですね。このような、このお茶自体はタイのお茶で、もともと青色になるっていうお茶なんだよね。で、それに青森県が、ごぼうを一緒にブレンドして作ったっていうだけのものでございます。見てくださいよ、うん、すごいよ、ほら。ドス青いね。キモ。ねえ、か知ってる？ん？これ一つで2リットル楽しめるって。2リットルをギューってしてこうなった。やべえな。全然味がわからんわ。ごぼうの味する。そうそう。でもなんかもだんだん薄くなってくらしいよ。で、このやべえやつは何？それはね、リンゴジャム。青いリンゴジャム。青森だからさ。いや、まあリンゴジャムだけど、多分これとコラボしてるからっていう。あ、匂いはでも完全にリンゴジャムだわ。と。駄菓子屋のリンゴ風味って感じだね。うん、ああ。なんかちょっとその。うん、駄菓子屋の味する。そこの2リットル取るかしらね、これ。というわけで、青森物産展でした。バイ。どれ一番美味しかった？せんべい汁。あ、せんべい汁？ねか、いちご煮とね。いや、とね、1位じゃねえじゃん。一番美味しいのはどれですか？いちご煮かな。いちご煮が美味しかった。うん、汁物がうめえな。うん、青森は汁物がうめえ。あー、気持ち悪い！